それは。まず曽谷さんの方から、この試合に向けての意気込みの方を一言お願いいたします。はい、ですね、今回、レッスル1の、トーナメントを優勝しまして、こちらのシングルのベルトに挑戦する権利を得ました。私は、これからレッスル1を先頭に立って引っ張っていきたいと、そういう気持ちがありますので、まずはこのベルトを取らないと始まらないと思っております。必ず俺がベルトを取ってレスラーを引っ張っていきます。以上です。ありがとうございます。それではチャンピオンの海選手、意気込みの方一言お願いいたします。皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。 8.11 横浜分隊はですね、自由隊ワイルドの戦いは唯一レッスル1純粋な戦いです。今こそレッスル1の力を、そしてプロレスの力を見せて、必ず分隊は俺が自由に自由に自由に、いやワイルドに防衛するかもしれません。いや、します。応援よろしくお願いします。はい、後ろの方 の通りすがりの方々まで聞こえるように喋っていただいてありがとうございます。はい、十分聞こえたと思います。皆さん聞こえますか。はい、あ、ちゃんと手を挙げていただいてですね、ありがとうございます。はい、それでは、両選手に私の方から、質問の方を、投げかけてみたいと思います。まず曽谷さん、本日公開調印式という点ではかなり奇抜な格好なんですけども、なぜこのような格好で今日は。私も皆さんの一番奥まで見えるように、いや、この会場にいる皆さんに聞こえるように喋りたいと思います。さっきケンさんがそんなことを、はい、そっち側の人間だろお前。いや、そんなことないです。そういうことだろ。そんなことないです。さっきから話聞いてたら。そんなことないです。いや、まあまあ、そういうことじゃないのか。そういうことではございません。いや、そんなことで、須谷さん、なぜその格好かというのを質問させていただいたんですけども。夏だからですよ。夏だから。スーツという縛られてるのはこいつは自由じゃないんですよ。スーツは自由ではないと。全然自由じゃないだろう。いや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 、昨日の夜からこれ着てますよ。昨日の夜からそのスーツを着られてるわけですね。スーツを着るのも自由じゃないですか。うん、違うんですか。さあ皆さんどうでしょうか。スーツを着るのは自由なのか、それともスーツを着ることは自由から、縛られてるのか、どちらなんでしょうか。誰も反応示しません。おい、ポケモンセンターがあるぞ、あそこ近くに。ありますね、はい。それが何か。それが何か、曽谷さん。ポケモン GO のなんかになってんじゃないですか。ポケモン GO、まあなってるでしょうね。それが何か。もうやめてくれ。次の質問に行きたいと思います。曽谷さんはいつ、あ、お座りください、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。お前先座れよ。お前が座れ。お前先座れよ。ああ、一世のセル。ああ、はい、先に座れ。お前が先に座れ。じゃあ俺の、せーのだな。せーの。せーの。はい、はい、収まりましたね。曽谷さんはですね、いつもあの重要な試合の前に何かしらの特訓をニューワイルドオーダーというユニットの中でやってこられたわけですけども、今回ご自身の、タイトルマッチに向けて何かしら特訓はすでにやられてるんでしょうか。ですね、まあ、あの特訓の内容を言ってしまうと、はい、まあ、これ秘密というか、その特訓内容がバレてしまうので、はい、少しだけ教えます。あ、ヒントだけでもお願いできますか。ですね、まあ、私はこういう大事な時にはだいたい山にこもってですね、ほうほうほう、ちょうど夏ですから、まあ、バーベキューしながら、バーベキュー、まあ、バーベキューって皆さん想像してますけど、あれですよ、ちゃんとチャッカマンとか持ってっちゃダメですからね。包丁もない、
肉もない野菜もない、じゃあどうするんだと。じゃあ自分で魚を取って魚を焼く、それがバーベキューですよ。皆さん間違ってるんですよ、バーベキューのやり方。魚を食うことがワイルドなんですか。まあその自分で取るということが多分ワイルドなのではないかなと。用意をせずに山の中でっていうか、山に行ったらあの魚を取るよりは肉を取るっていうのが一番難しい。そうでしょうね。イノシシを簡単に殺せると思ってんだろお前。甲斐選手、簡単にイノシシ取れると思いますか。いや僕イノシシ年なんで、その殺せない。イノシシ年で取れないと。なるほど。動物愛護協会に訴えられるぞ。訴えられます、ね、なるほど。肉が取れず魚を食べるということでございますね。こうやって特訓してきたと。はい、その成果が果たして横浜で出るかどうかというところでございます。さあその横浜なんですけども、甲斐さんにとっては地元でございますね。そうですね、地元ですね、はい、正確には横浜市戸塚区出身です。はい、細かいところのまでありがとうございます。今回その横浜でのビッグマッチ、ご自身がメインを務めるわけでございます、はい、地元でのメインイベントをどのように受け止めておりますか。いやもうもちろんですね、光栄なことですし、まあもう絶対に勝たなきゃいけないですけども、もうそこはプレッシャーだと感じずに、はい、ええ、もう自由に謳歌したいと思います。謳歌、はい、謳歌剣じゃないです、はい、あ、皆さん思ったってことです。みんなちゃんとご存知ですね。健さんじゃないです、はいはい、いや健さん、鈴木健さんじゃない、大川健さん、はい、でもないです、はい、なるほど。まあこれはもちろん地元ですからね、その勝って錦を飾りたいのではないかなと思います。絶対に勝ちます。ということは、勝ちます。はい、学生時代のご友人とかお知り合いとかこの日はたくさん詰めかけるということですね。そうですね、家族も来ます。家族もいらっしゃると、はい、それは負けられませんね。はい、そんなお二人でございますけど、先ほどお話が出ました通り、甲斐選手は自由、そして、ソヤ選手はワイルドを掲げて、プロレス活動を続けているわけでございますけども、お互いソヤさんから見た、甲斐選手のワイルド度、甲斐選手からソヤ、見た、ソヤさんの自由度、これが自身と比べてどれぐらいのものかっていうのをちょっと具体的に、ここで言っていただけますと、お互いがどう見てるかっていうのが分かると思うんですけど。難しい質問ですね。はいはい、公開トークだと思って多分油断してたと思いますけども、いやあのですね、はい、これはあの甲斐に限らず、はい、ワイルドっていうのは皆さん生まれた時から持ってるんですよ、はあ、皆さん知らないと思いますけど、皆さんの心のちょっと胸に当ててください。そうすると必ずワイルドということは、これはあの野生に帰るという意味でもありますから、生まれてきた時は皆さんどんな格好で生まれてきましたか。裸ですね。どんな、え、裸ですね。裸でしょう。裸ってことはこれはもうありのままのワイルドじゃないですか。はい、そのワイルドをいかに突き詰めるか、まあワイルドというものにこだわらなければそこまででいいんですよ。はい、俺はそれを追求していくとまだその結果が見えてないんですよ。なるほど、わかりますか。はい、ということは私はまだまだワイルドが足りないと。はい、なのでもう少しワイルドになっていきたいなと。だからそのためにベルトも必要なんですよ。なるほど、わかりますか。あの質問は甲斐さんのワイルド度数がどれぐらいかって聞いて、ソヤさんご自身のワイルド度数を聞いたわけではないんですけども、あれ、まあいい、そういう細かいことを気にしてるから。わかりました、全然ワイルドになれないんですよ。ありがとうございます、その通りだと思います。そうでしょう、はい、ありがとうございます。全く、はい、甲斐さんの方から見た、ソヤさんの自由度というのはどうでしょうか。いやもうさっきも話出ましたけど、まあそのね、山にこもってで魚を食べてる時点でちょっと自由が足りないんじゃないですかね、うん、自由が足りないと。その辺に落ちてるものを何でも食えばいいんですよ。そのくらいの気持ちで俺はもう山にこもりますよ。こもるんだったら魚とかそういう生き物とかね、頼らない、何でも食う。お前じゃあ鳥の糞でも食っとけよこの野郎。俺どこにあんだよ。あるだろ、外に出れば持ってこい。まあ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 、まあ、はい、わかりました。甲斐さんから見たらソヤさんの自由度は足りないということですね。まだまだ足ります。わかりました、はい。